加藤正氏は、神奈川県横浜市鶴見区出身の元プロ野球選手、高校野球指導者、宇藤右内。駒岡小学校3年生の時に、駒岡ジュニアーズで野球を始め、投手、一塁手、遊撃手を務め、寺尾中学校南式野球部では投手及び、右翼手としてプレーした。東京実業高校入学後、野球部に自身を含めて10人の投手がいたため、 人と違うことをして勝ち抜こうとアンダースローに転校した。周りにアンダースローの指導者がいなかったため、インターネットで当時千葉ロッテマリーンズに所属していた渡辺俊介の映像を入手して参考にしていた。その後1年生時の夏にベンチ入りし、2年生時の秋に AS になった。甲子園出場経験はない。鶴見大学では4年生で AS となり、 周期リーグでは、神奈川大学野球リーグの最優秀投手賞と、ベストプレイヤー賞を受賞した。JR 東日本東北での3年目となった2014年の7月20日、第85回都市対抗野球大会の2回戦、大阪ガス戦の5回に2番手として、当番無失点のまま投げ続けたが、延長11回にランナーを出して交代し、休援した投手が、 勝ち越しとなる敵地打を打たれてチームは敗退、負け投手になった。9月には楽天二軍との練習試合に登板したが、3回を投げに失点だった。2014年のプロ野球ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスに6巡目で指名。契約金4000万円、年俸800万円という条件で入団した。背番号は52。 楽天のアンダースロー投手としてはかつて、金日の絵県がいたが、日本人では加藤が、初となった。ドラフト会議後の11月2日には、ホンダとの第40回社会人野球日本選手権、大会2回戦に8回から2番手投手として登板。同点の局面からの登板だったが、4イニング目の11回裏に、さよならル塁打を許し、チームは敗退した。2015年、 2月12日に行われた紅白戦で実戦初登板し、救援で2回を投げ1安打無失点だった。シーズン開幕後、6月28日に出場選手、登録され、6月30日の対、千葉ロッテマリーンズ戦の7回に3番手でプロ初、登板し、2回を投げ、無失点だった。2016年は公式戦の開幕を一軍で迎え、3月29日の 対ロッテ戦でシーズン初登板し、3番手で1回を投げに失点だった。31日に出場選手登録を抹消され、以後1軍での登板はなかった。10月24日に、球団から戦力外通告を受けた。11月12日、阪神甲子園球場で開催された12球団、合同トライアウトに参加。打者三人に対して一奪三振一被安打一。 よし急という結果を残した。12月2日付で自由契約選手となった。2017年1月より株式、外社 JFAM コーポレーションで加圧トレーナーとして、社会人生活を送ることを、自らのツイッターで発表、同年2月より加圧ダイエットラボ池袋西部店で、勤務する傍ら、同社がサポートする、クラブチームリベンジ99でプレーを続けた。2017年の、 第88回都市対抗野球大会予選では、中川誠也と共に、主戦投手の一人として投げ抜くも、二次予選で敗退。しかし、プロ野球経験者としての実力が買われ、JR 東日本から補強選手に指名され、3年ぶりに都市対抗野球大会本戦に出場選手、登録された。クラブから企業チームへの補強は、異例のことである。ただし本戦では、 エースの田島大輝が2000連続完封するなど、活躍した影に隠れ、出場機会はなかった。その一方で、11月15日には、前年に続いて12球団合同トライアウトに参加。打者4人に対して3奪三振1飛安打という、結果を残したが、NPB への復帰がまたしても叶わなかったため、軟式野球への転向を決意した。2018年に、 軟式野球部のある六家庭入社。北海道内の製菓工場に勤務しながら、社会人の軟式野球でプレーを続けている。第73回国民体育、大会軟式野球競技と勝ち支部予選決勝では、先発で6回を批判第一、脱三振6、無視支球、無失点と高騰したことによって、チームを北海道大会出場に導いた。第73回天皇支配。 全日本蘭式野球大会では本戦への出場に貢献したが山形きらやかスタジアムで開かれた本戦では当番の機会がなかった。2020年の第75回天皇支配全日本蘭式野球大会1回戦では宮城第一信用金庫相手に先発で6回を批安打1無失点の回答を見せている。2021年度からは母校 鶴見大学の附属高等学校の監督に就任。最速時速1 3 4キロメートルの直球、スローカーブ、スライダーなどを投げる。クイックを含め3種類の投球フォームを持ち、リリースポイントは地面から5センチほどで、1試合に1回は手が地面に触れることがあるという。楽天入団時にチームの投手陣からお笑いコンビフットボールアワーの岩を望むに顔が、 似ていると言われ、ファンには、のんちゃんの愛称で呼んでほしいとアピールした。ありがとうございます。